おはようございます。2011年3月24日木曜日、6時5分どころか6時55分になりました。今日はちょっといろいろあってですね、こんな時間になっちゃいましたけれども、ニュースですね。原発は収まってきたかのように見えていたのですが、ここに来てまたいろいろですね、黒煙が上がって、で放射線量が上がっているということで、ちょっとその原発を抑え込む作業が中断しているような状態です。それでまたですね、それに関連してもうその放射性物質があちゃごちゃに飛び散らばってるらしいというようなこと で、またその発表で乳幼児に水道水飲ませるなみたいな話をしてたりするので、もう本当にみんな大混乱し始めてます。で、その結局政府の発表がですね、その安全だ、要するに直ちに健康には害はないという、このまた言い方が微妙なんですけども、健康に害はありませんと言い切るんではなくて、直ちに健康には害がありませんと、いや直ちにないんだったら将来どうなんだというのが全くわからないとか、それを飲み続けて、何年も経った場合にどうなんだとか、そのあたりがですね、もうなんか話がすごく曖昧なまま進んでますよね。で、暫定基準というやつがどうだらこうだらとか、もういろんな話になってて、でまたその情報が中途半端に公開されているものですから、それをベースにまた専門家の人たちがいろんなコメントを出すので、余計に話が、混乱していっていると。もう本当その何て言うんですかね、その原発そのものの話にプラスそういう、情報の開示が中途半端になることによってかえって混乱を引き起こしているので、ちょっとですね、この政府の対応っていうのをもっと考えないといけないんじゃないかなという気がします。で、その原発から何十キロ圏内からこう避難するとか、そういうのにしても、でそういうのも例えばね、もう仲間強制的にとりあえずもう何が起きるかわからないから、だからもう強制的に、何十キロのところは例えばもう30キロとか言わず、もうね、そのいろいろあるかもしれないですけど、50キロ圏はまずとりあえず一旦どこかに避難するというようなことを取るとかですね。でそれで1ヶ月ぐらいかけてそのきっちり、抑え込んでですね、それから戻るのかどうするのかとかをこう考えるみたいなことまでこう発想しないとですね、中途半端にやってやりかけて大丈夫になりかけたところでまたドーンっておかしくなってくるという、これの繰り返しをしているとですね、いつまで経ってもその不安感ばっかりが煽られていっておかしくなっていくんじゃないかなという気がしますけどね。まあ確かに、とはいえそう言いながらも何でどうなっていってるかがわからないという、その本当にこうもどかしいんですけれども、やはりその本当にその万が一を想定して徹底的に、安全策をまずは取っておくのか、その都度の本当にそれこそ暫定的な対策をその都度行っていくのか、そこをですね、方針をはっきりしないと、これはちょっとですね、まあ、どっちにしても長引くので、原子炉のところに 水というか電気が通ろうが何しようが、それだけでじゃあ OK というわけにはいかないですよね。その現実的にもうボロボロに壊れてるのもあるので、だからそのあたりはどうするのかっていうのは本当政府の方針として明確に取らないと、どうもその都度のなんか言い方がすると、本当にこのままだと不安感だけが増えるんじゃないかなという気がします。ということで、今日はその原発のことをね、なんとか早く収まってほしいんですけれども、ということですが、さて、まあそんなことで、今日木曜日、でしたが、今日明日ですね、今週1週間頑張っていきましょうということで、今日も元気になっていきましょう。ではまた。